後付けしてやれば全然、いいかなと。でどうしてもちょっと方向がやっぱり最終的に甘いとどうしたってここにドデンドデンドデンって言うから、そこを自分にだけ厳しくして方向自分にだよ、俺も自分に厳しくしてできるだけゆっくりは行きたいと思うけど、だんだん甘くなるもんだから速くなるというようなね、ところで、で最初はどうしてもここからすぐっていうのはやりにくいので、最初はここを溝に入りながらスッともう動かし始めるとスキーは結構動きますので、最初から行こうと思うとすごくせーのってこうやって入っていかなきゃいけないので、最初はこっからこのままちょっと行きながら、こっから行きます。